やすちゃんの足湯的チャンネル、カモン、ほっと一休み。あんなタイトル長かったっけ。なんか忘れてましたね。忘れてた。振り分けも結構難しいです。結構あの番組1回2回放送あったでしょ、はいはい、あのあと特に関係者の人それ見てくれてて、はい、大丈夫かと特にタイトルなんやと。僕も歩いてたらこうスタンド内で結構言われますね。もうだからカモンほっと一休みってなんか覚えやすいけど、足湯ってどうよって言われて。でもみんなあの足湯のやつ見ましたって言われます、うん、あ、そっち系、はい、僕ねカモンの方言われる。あ、ですか。足湯のやつ見ましたって。あ、だったらまあまあ浸透してる。いや、浸透してると思うんですよ。聞いたんですけど噂で、うん、新庄さんが、うん、あそこのホームから、うん、あのベルクラシックの旗に遠投で当てたって聞いたんですよ。何メートルだ本当っすかそれ。4本あの広告の垂れ幕やろ。あの広告の垂れ幕に当てたんですよね新庄さん。ホームベースから投げて、ホームベースから遠投して、うん、あれに当てるんですよ。それに当て 120m は余裕で投げやなかった。直線距離で100ぐらいあるじゃないですか多分ぐらい。でも角度つけない。角度をあそこに上げるってことは150ぐらい投げなきゃいけないんじゃないですか。それぐらいいくか。人の体 150m 行く。いくらドーム球場でも届きますよ。あ、僕現役の時はホームベースからバックスクリーン入れた。え、入った入った。すごい、うん、ビンビンの時ね130ぐらいじゃ投げれたってことですか。うん、投げれた。じゃああそこも可能かもしれないですね。じゃあ新庄さんだったら強肩で。新庄剛志は普通ちゃうかったよ。発想もすごかったじゃないですか。発想すごかった。あの、敬遠の球打ったりとかね。さよならしたり。牧原さんびっくりしてた。オールスターでもあの、うん、ホームスチールやってたしたりでしまいにこの札幌ドームを天井から降りてきたからね。そうですよね。あそこのスピーカーのとこから降りてきたんですよ。そう、みんなもう大騒ぎよ。あれ試合前ですよね。そうそうそう、始まる前セレモニーで新庄剛志どこやって上からシャッパー降りてきてワイヤーでちゃんと安全ベルトしてで数年後やったかな、森本一人がそれを真似してやってきたら、はい、ドン引きやってやっぱなんで2番センチあかんねん。2番センチダメですか。ダメダメダメ。新庄選手かぶってました山本さんは。僕同い年やからね。あ、同い年の同期ドラフトで彼は阪神、僕は日本ハム で彼の方が先にうわー出世したけど、はいはいはい、でその後アメリカ行って日本帰ってきた時に日本ハムやんか。ほんで日本ハムで知ってんのいた同級生のガンちゃんしかおらん言うて、でも今またこんな時や成績彼のおかげでもっぺん岩本来てくれたよ、みんな。うわー取材の人新庄さんのおかげで。うん、恐縮やったあの、うん、ジーパン履かないみたいなのあったじゃん。ジーパン履きたいから、うん、新庄さんが太もも太くしないみたいな、うん、都市伝説的なのは俺聞いたことあるんですよ。あれ都市伝説で、はい、でも彼も本当にそういうこと言ってた。あ、本当に言ってたんですか。言ってたけど、はいはい、ある時朝一番トレーニングルーム入って、僕はちょっと体のチェックしようと思って入っていったの。さすがに朝一番やから誰もおらんなと思って、ちょっと自分のこう準備体操しながらやってて、なんか人の気配するぞ、パッて見たら一番角のところで壁に手を当ててバランス整えて8キロから10キロのダンベルを持って、片足、彼が肉離れした方の足で軽く屈伸しながらそこのチェックしてた。うわ、練習してんねんって。すごいっすね。そうやね、めっちゃかっこよかった。岩本さんより先に入ってたんですか。じゃあ、うん、ほんで汗ボットボト。いや、じゃあそういう見られないとこでやってたんだ。そうやね、人の見てないとこでやってんねん、この間なんかスタンドで見たらしいやん。野球レフトから見ました。札幌ドームのレフトスタンドから、はい、僕ら外野で見るの初めてだったですね、うん、外野席で見ること自体が初めてだったね。結構上の方だったんですけど。新鮮でしょ。いや、めちゃくちゃ楽しかったですね。迫力ありました。その中田翔選手とか打席立った時に、うん、本当に飛んできそうな感じ、うん、打球がガーンと刺されそうな、はいはいはい、そういうなんかこう楽しみもあって、あ、怖い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 、本当に怖い怖いっていう迫力あったなあ。外野は外野でやっぱ面白いですもんね。この前ね、はい、僕もそれこそスタンドで野球見るってことはほとんどなかった、はい、プロ野球をね。だから東京ドームで桑田真澄さんと内野席の一番前で特設放送ブース作って、はい、桑田さんと一緒にプライベートゾーンでね、その300人ぐらいのお客さんにプライベート解説でしょ。
へえ。目の前がすぐそこがグラウンドで野球をまじまじと見たのが、はい、プロ野球見たの初めてで、やっぱ迫力あった。いつもやっぱ記者席のところですもんね。そう、ちょっと高いところから見たりするでしょ、はい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 、モニターと全体を見なきゃいけないんで、はいはいはい、中田翔足速いね。意外で、ベースランニングうまいね。結構なんかこう俺は長田やぞっていうね。まあいいんですよ、いいんですよ。迫力もありますしね。そうそう、迫力が目立つけど、セカンドベース蹴った時のあの角度とかもう45度でもうセカンドジャンパスガーン刺さっとるわけよ。スライディングもするわけよ。そんな細かく見えるんですか。見える見える。もちろん最近ずっと札幌おるやん。よう出てるで、いろんなチャンネルで絶対いますよ俺。僕もびっくりしました、ホテル。わーわー言うてる思って、ほんと YouTube チャンネル見たらまた出てるもんな。いやいや自分でしょ。そうそうそう、自分の見てんの。そう、確認チェックしたら結構上の方に出てくるの。いやーありがとうございます。嬉しいでしょ。あの北海道出身やんか、はい、旭川やんか、はい、でまあテレビ局っていうのは札幌に集結してるんで、札幌を中心にこう活動してることって改めて嬉しくない。嬉しいですよ、まあ、優しいですしね。地元の人の街ぶらロケとかしててもやっぱり、うん、優しいし、ファイターズ関連の話も多いですよ、やっぱ年配の方とかでも。さすが観光大国やなと僕は思う、ね、思います。確かに、ええ、飯もうまいですし、ね、そう、受け入れ体制がすごいのよ。いこんな大阪人ですよ。今もどれだけ大阪弁喋ってます。もう何やったら聞き苦しい人います。きつめの関西弁ですよね。いやこれね、野球放送やったら僕はやっさん気許してるからこう喋り方やけど、野球放送では柔らかめ喋ってるんやで。本当ですか。そうだって、標準語喋ったら言いたいこと言われへんから。これはなんとかやでって言ってるイメージが強いですよ。そんなイメージだけで時々しか言わんよ。言ってんすね。でもこれかなって、それはあの応援放送が多いから、北海道ローカル放送の時に、はい、そうそういう時にはこれはいかんわ、いただけんわ。言ってますよね。そうやね。昨日俺その試合見てて、うん、あのレフトスタンドから思ってたんですけど、うん、やっぱりそのカメラとかだとバッターのこうカメラが多いじゃないですか。で中島選手が打席入って、うん、一塁ランナーがレアードだったんですよ、はい、で中島選手があのいつものファールカットネバルで、ネバル君が最近応援来とくわ。ネバル君来てるやつネバルじゃないですか。で中島選手すごいってなるじゃないですか、うん、でもレアードも、うん、打つたび走ってバッテバテなってバッテバテ。それがレフトから見ててこれ、ね、レアード毎回セカンド近くに行ってでまた戻ってるんですよ。それするださすが甲子園球児。見ててレアードが1塁から2塁回ってサードまで行って、あれ1球目だったらもしかしたら帰ってきたんじゃないかなっていうぐらいのヘロヘロでしょ。ヘロヘロのレアードがセカンドこうファールになるたびにみたいな顔を上げるんですよ。それがね見ててねなんかこう楽しかったですね。そういうなんか僕前 YMCA 踊っただけでもう息上がったのに、あれはかっこ悪かったで。はじめ意気揚々と出てきたアンガールズさんと出てきたアンガールズさんは相変わらずこうきしょーいよ。それが売りやんか。その横でもう中年やん。いや岩本さん無理でしょ。 YMCA 踊ったことあります。あるけど無理やった。めちゃくちゃしんどいですよね、うん、でも稲葉さんが人気じゃないですかやっぱ。俺この間稲葉さんお会いし、初めてお会いしましたけど、めっちゃかっこいい。めちゃくちゃかっこよかったっすね。喋ったらもう松岡修造さんばりやろ。説得力ありまくりやん。説得力なれますよね。それぐらいの勇気。それあんまり言ったら一人歩きするから言うたらあかんで。政治問題わかんで。岩本さんは多分無理だと思います。そう無理でええねん、そんでええねん、そんでええねん、それでええねんって。稲本さんはなれる。いやそういうこと言うたら一人歩きして彼がもう被害被るから出馬余計なこと言うなって。より良い知性を。何を言うとんの。岩本さん無理ですよ。なんでやねん。とにかく A 安村でもいいんですよ。かっちゃえ A ロット。去年一昨年なんやもう流行語や言って言ってたけど、俺はもっと前に世の中に食らってるんですね。食らってんじゃ広めたんですよ。うわ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 う